申し込む。インパルス板倉、雷にアカシアサンタのあれを送る。お笑いコンビインパルスの板倉俊之40歳か3月10日に放送されたバラエティ番組サンマのお笑い向上委員会フジテレビ系に出演。お笑いコンビ雷に対し、人が大変な目に遭ってる時に揺れるって失礼じゃないとクレームをつけた。相方である堤下トン40歳が起こした事故のためコンビ活動は休止中で、現在はピンで活動している板倉。すっかり闇落ちしてしまった板倉だが、雷に対し先輩である自分が大変であると知っていながらその間に揺れるとは非常識と断言。今の板倉さん考えたら、ちょっと揺れるのやめようって思わなかった。ドイアナから味方をしてみせる。雷の匠は板倉に対して、結婚して娘もいたからいち早く芸人さんで食べられるように頑張ろうと思っただけと答え、同じく雷学ぶもかわいそうですけど僕らは関係ない、僕らは売れたいしこのまま頑張りたいと素直に回答した。すると板倉は、明石家さんまさんが大変な時良いことがあった後輩芸人はきっと胸が痛むはずと周りを巻き込みつつ、雷に対し俺が這い上がるまで売れるのやめようとか考えなかったのと再度難癖をつけた。これを聞いた匠は、それは関係性があるからでもお前は関係ねえとほぼ初対面である板倉の頭を勢いよく叩くことに。板倉はそのまま殺してくれよ。お前の神の右手で殺してくれよ。殺せ。殺せよ。最後の大笑いの現場で殺してくれよ。俺を伝説にしろ。と完全に歪んでしまった様子。ただこの歪みのおかげか、板倉は番組内のドロサーモン久保田和信の滑りっぷりに久しぶりに心から笑うことができたようで、番組終盤では平静を取り戻した。そして板倉は、雷悪かったな、そんな雷に僕からプレゼントがあるんですと、去年明石家サンタの史上最大のクリスマスプレゼント賞2017フジテレビ系でもらったグアム旅行のペアチケットを雷にプレゼント。板倉は、いつか俺が闇の中から光の世界に戻ってきた時、初めて実費でグアムに行かせてもらう、今の俺にはグアムの日差しは眩しすぎると言ってスタジオを去っていった。